な、ちょっと違う、違います。じゃあちょっと手本もう一度。あれ何が嬉しいなんや。じゃあシャドウやりましょう、はい、お願いします、何利きでしょうか。右利きです。右利きということは左足が前、はい、右足が後ろ、はい、キックやってましたよね、はい、そのまあ言うたら構えです、一緒です。 で、はい、でそのまま手を上げる、そうです。 でちょっとだけ膝を曲げる、はい、リラックス、はい、こうよりもちょっと曲げてる方が打ちやすいです、はい、OK です、はい、で右手は顎の下、右手は顎の下、左手はまあ米紙ぐらいです、まあ、くっつけなくてもいいです、これぐらいでいいです。はい、これ、うん、ですか。 OK です。はい、でちょっとだけね、後ろ足は上げましょうか。上げる、まあ、しの方も下ろすもんけど、はい、基本的にはこういう風にしてちょっと上げてる方がいい、すごい。で、この前の手、はい、これをジャブって言うんですけど、出す、出す、ポキッとなりましたよ、はい、もう出す。OK です、もう一回ゆっくりです。はい、じゃあ少しだけ早く打ちましょう、はい、バッバッ、そう、お、うまいじゃないですか。でもうちょっと早く、よっしゃ、あ、いいですね。本当ですか。 OK です。うわ、嬉しい。バッバッ、じゃあもう普通にシュッシュッ、 OK です。じゃあ次2回バッバッ、もう一回 OK。 じゃあ次ね、もうそれはジャンプバッチリです。じゃあ次右ストレート、はい、ね、構えます、はい、で打ちます。まだ、まあ見よう見やらないで真似してください、はい。なんかむずい、はい、OK。 じゃあちょっとやってください、うん、いい、いいよ、いいよ、そう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 、え、もう一回、もう一回ポキポキようなるな。何歳やうちのおかんか。いや、ほんま。じゃあ、まず行こう。もうちょっと狭めるといいよ、狭めてもやりにくかったら、はい。で、次、じゃあさっきやったジャブの後にツーツー、これをワンツーと言います。そう、おお、ワンツーがこれなんですね、うん、はい、はい、ワンツー、ワンツー、そうそう、ワンツー、ワンツー、そうそうそう、うまい、うまい、ワンツー、お、いいね、ワンツー。で次ジャブ、ジャブツー、ジャブ、ジャブツー、ジャブ、ジャブツー、オッケー、いいね、ジャブ、ジャブツー。オッケー、じゃあ次4発、1、2、3、4、1、2、3、4、そう。で、その時は4発目だけしっかり入れたらいいです、腰を。こうやって 2発目入れなくても、1、はい、2、3、4発目しっかり。1、2、3、4。そうそうそう。パンチみたい。いや、大丈夫。1、2、3、4。もう一回。1、2、3、4。あ、違う。一回ちょっと力抜いて、はい。で、多分こうなっていってるから、はい、少しこう、肩はリラックス。はい、こうならない。1、2、3、4。うん、いい。1、2、3、4。ああ、うまいよ。よし、じゃあ次前行こう、前、はい、足ね、はい、1、前足で後ろ足、前足で後ろ足、そう、ゆっくりでよ、前足で後ろ足、そう、バンバン、そうそう、バンバンバン、前行って打つ、そう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 、もう一回、もう一回前行って、もう一回、いいよいいよ、バチバチ、あ、前行かなかった、前行って、ってもう一回下がろうか、一緒、下がろう、うまいな、やっぱやってたからね。 OK、 じゃあ次ジャブ、最後これジャブ、ジャブ2、ジャブ、ジャブ2、足はどうでしたっけ。ジャブ、ジャブ2、ジャブ、ジャブ2、うん、そうそうそう、いいよいいよ、全然、ね、ゆっくり、ジャブ、ジャブ 2、 OK、 ラスト行こう、ジャブ、ジャブ、ツー、ちょっとこう、フォア幅が短すぎる、もうちょっとだけ取った方がいい、今これぐらいやってるから、はい、ちょっとやりにくいかもしれんけど、ちょっと取って、もう一回、ジャブ、ジャブ、ツー、うん、いいね、このガードもしっかりしてるし、 OK、バッチリ。じゃあミット打ちしよう、ミット打ちですか、もうできるよ。お、青シアン、シアン青です、嬉しいんです、ありがとうございます。嬉しいん出ましたよ、ギャグ一番の面白いギャグ出ましたよ。何しやん、嬉しやん、うわおもろい、これも使おう、使ってください。え、これ、あ、ここでいいんですよね、ありがとうございます。これはね、実は試合でね、使う同じ大きさですね。そうなんですか、同じグローブです、ウィニングのね、
ここがこうキュッとなってるんですね。もうやっぱこう握るから。オッケー。はい。よっしゃ。じゃあやりましょうか。はい。うわあすごい。スタートしますわ。意気込みはいいですか。あ、意気込みは、プロやね。もうやっぱりさっきうまいできてるやんって言っていただいたんで絶対できると思います。見ててください。じゃあピピッと。じゃあ構えて。こうやって右ちょっと練習しようなるまで。はい、はい、じゃあ。オッケー。はい、右。え？オッケー。うまい。バッチリや。オッケー。じゃあスタート。はいジャブ。オッケー。そうじゃあ下がって今度は。そう下がって。はいジャブ。熱い。下がって、はい、ワンツー、おー、いいねー、もう一回、あ、おー、うまい、パンチあるなー何が嬉しいなんや何が嬉しい、楽しやんです、おー、出た、面白いなー、ツー、ワン、ツー、右から三発、息がやばい、オッケー、はい、ワンツー、ワンツーで、で、右から三発、1、2、3、一回、いいぞいいぞ大丈夫大丈夫、一回ね、はい、はい、ワン、しゃがんで、右から3発、1、2、3、オッケー、はい、じゃあ、はい、終わりだね、はい、ワン、次こっち来たらこっちがで、ワン、もう一回同じの、はい、次もう一回同じの、4発、1、2、3、4、はい、ワン、はい、来たー、右から3発、はい、来たー、はい、4発、はい、ワン、はい、ジャブ、はい、ジャブ、はい、ワン、動いて、はい、ワンツー、次6発まっすぐ、6発、1、2、3、4、5、あったー、そう、3発、はい、ジャブ、あったー、4発、はい、ワンツー、オーケー、はい、ジャブ、じゃ次はこっちにシュッてだよ、ここシュッてよける、どっちに行く、こっちに、シュッて、避けて打つって感じ、はい、ジャブ、はい、4つ、はい、4つ、2、3、4、はい、くぐって、ワン、ツー、はい、ジャブ、頑張れ、ラスト、1分半、右だけ、1、2、はい、はい、ワン、ツー、オッケー、いいね、はい、10秒、15秒、ジャブ3回、1、2、3、2、3、はい、ワン、ツー、はい、避ける、打つ、オッケー、ナイス、ワン、ツー、次2回くぐる、はい、3発、2回くぐる、4発、4発、左から左から、はい、1、2、3、4、ワン、ツー、オーケー、はい、ジャンプ、よいしょ、動け、頑張れ、頑張れよ、ちょっと2人、慣れてきたでしょ、ワン、ツー、はい、ダブダブツー、ダブダブツー、いいよ、間違えて全然いいよ、危ないよ、ツー、ワン、ワン、ツー、2回開ける。はい、右だけ下がって右圧、はい、ダブダブツ、はい、避けてすぐ打つ、はい、すぐ、はい、はい、ラスト20秒、はい、6発、まっすぐ、1、2、3、4、5、はい、下がって、ワンツー、はい、1発だけ、はい、ワンツーだけ、ワンツー避けてツー、ラスト10秒、ワンツー避けてツー、ラスト、ワンツー避けて3発、1、2、3、はい、ラスト、ワンツー2回、ラスト1回、オーケー、ナイスー、やばい、バッチリバッチリ、すごいすごい、はあ、めちゃくちゃしんどいです、もう勢いは何やったんやろっていう、本当に、はい、ありがとうございました、お疲れ様でした、貴重な経験、お疲れ様でした、どうでした、もうね、はい、どんだけ頭使うかで、あと思ったよりこんなにしんどいんやってのが正直ありました ね、 あれね、動くだけじゃなくて頭も使ってるからしんどいんです、はい、なんかジャブって言われてるんですけど右手が出たりとか、そうそうそう、あとジャブの時に前に行かなきゃいけないじゃないですか、うん、全然いけない、もうなんかもう手が出ちゃうとか、うん、ね、こういうのもやってたらすぐ慣れるもんなんですよ、みんなすぐ上手くなるんで、どれぐらいの期間で皆さん、まあ普通のジムやとやっぱ1ヶ月ぐらい、あ、まあ、うちのジムやとまあ3日、そんなにですか、まあやっぱスタッフ優れてますんで、やはり例えばなんですけど、はい、こちらのジムなんですが
来るじゃないですか、はい、でどんなところか、まあ、ホームページではどういうのがあるっていうのを見れると思うんですけど、はいはい、見学っていうのは可能なんですかね。見学はもう随時受け付けてるんでね。じゃあぜひ、はい、来ていただいて。体験とかはない？体験もあります。あるんですか、はい、このあります、あります、あります。ぜひ皆さんこれ来た方が、そうですね、絶対に体験してもらった方が楽しいんですね。そうですねめっちゃありがとうございます。楽しいんです、はい、ぜひこちらの方、まあ、この神聖なるリングの上で体験はできるんですか？もちろんもちろん、もちろんしていただいて、はい、はい、いろんなね、あと、まあ、フィットネスっていうぐらいですから、この、まあ、これはね、今日はこのフロアだけだったけど、はい、上にはちゃんとフィットネスフロアがありますんでね、そういった皆さん体験していただくと好きに使えますし、はい、というふうに教えますんで、はい、まあ、心も体も強くっていうことですよね。そうです、心がね強くないとダメ、ね、そうですよね。でコロナの時代なんで免疫をつける、はい、イコール運動をするということなんで調整してほしいなと思います。穂積さん的にどうですか、私初心者の。あ、めちゃくちゃパンチありましたよありがとうございます。ほらめっちゃ本当にありました。これはちゃんと当たってるってこと？当たってます、ちゃんと握ってます。嬉しい、まあ、だからあの普通の女性よりも全然パンチある方です。ですか？あ、本当本当、マジマジです。ありがとうございます。本当にチャンピオンからこんな言葉いただきました、皆さん。さあということで、はい、今回ですね、あの YouTube あのコラボということで私もお邪魔しておりますので、はい、長谷川穂積さんの YouTube チャンネルもぜひ皆さん見ていただき、はい、ね、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、そして初めて私のチャンネルを知ってくださった方もいらっしゃると思いますので、ぜひチャンネル登録、コメント、高評価などもよろしくお願いします。本日のゲストは世界王者ファイティングチャンピオン長谷川穂積さんでした。ありがとうございました。ありがとう。どうありがとう。まだやるみ。ありがとうございます。ありがとう。もう本当にもうユニークな方で、ね、はい、ベースいいですよね。ベースいいです本当に、うん、まあでもやっぱ歌詞がいいですよ。真ん中で歌う。歌ってくださいよ。結局ちょっと歌ってる人しか見えへんもん。歌ってくださいよ。ちょっとなんか、なんか、あ、いいですよ。なんか歌いましょうか。やっぱりどう、何がいいですかね。なんかお箱とか。あ、あります、あります。あるんですか、はいはい、皆さんこれなかなか聞けないですよ、はい、本当に、はい、いいですか。じゃあお願いします、はい、お願いします。にゃーちゅーだにゃー、まるみお姉さんから食べなよ。いや、ぜあのこれ歌なんですかね。いや、にゃんちゅーです。にゃんちゅー、にゃんちゅー歌わないでしょ。にゃんちゅー歌わないです。だから僕も歌わないです。モノマネです。あれ結構似てるんですよ。これ多分似てる、似てる、似てます。にゃんちゅー見てました、私も。あ、そうです、はい、愛旅ただいま配信中。